い、ではまずピッキングの説明いきます。はい、この説明でも俺のやり方だけですね。だから世間はどうか知りません。で俺よりギターの上手な人がたくさんいてるし、そっちの方を参考してもらった方がいいかもしれないですけど、初心者の方でね、僕はねいろいろ初心者の方に最初ギターの手ほどきとかしたりもしてたんですよ。でそういう時にいろんな皆さんが悩んでいることとかそういうことにちょっとスポットを当てていろいろやっていきたいと思います。はい、だ上級者中級者の方には参考にならないかもしれないです。はい、ではいきます。まずオルタナイトピッキングですね。こういうフレーズがあるとします。あるとしますというかあるんですけどね、ここに5弦4弦5弦4弦5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4ですね。でこれ弾くときにね、結論から言うとピックは前からしばくんですよ、弦をね。ほんで初心者の方に多いのがね、ギターでねこう弾くんですよ。こうやって弾くんですよ、上から下に。 ギターってこう動き見えるからこうなるんやと思うんですけど、これするとねギター弾けないんですよ。なんでかというと、もう一パターン説明しますね。6弦と5弦の間にまずピックを忍び込ませて、5弦をダウンピックで4弦とかに止まったから、で今度それを4弦を超えて3弦と4弦の間にピックを忍び込ませて、今度は4弦をアップピッキングで、今度5弦とか止まりました。じゃあ今度4弦を超えて、これね、やってるうちにね、日が暮れるんですよ。曲終わってしまいます。はい。まあ、日が暮れないにしても曲は終わってしまうんですよ。で、こんなめんどくさいことできないんですよね。じゃあどうするかって言ったら、前から芝居たるんですよ。もう、超えるとか関係ない。5、5、で4、5、4、5。で、この前から、ピックするという理屈を説明します。バイヘレンがやっているハミングバードピッキング、多分これが一番代表的なことというか分かりやすいかなと思うんですけど、これね手首の回転使うんですよ。手首の回転っていうのは鍵を回すじゃないですか、とかドアノブを回すでしょ。この動き手首は回転しませんよ。180度しか動きません。だからそういうのなしにこういう回転さそうというようなこの動きを使うという。で初心者の方に例えばね、手首のスナップ回転を使うんですって言うと、みんなこうする人多いんですよ。これは手首の回転じゃなしに拳の回転です。拳は回転しています。はい、じゃあなしに手首のこの動きを使ってやります。するとギターではこういう動きになるんですよ。これはね多分他の方でね説明上手に説明されてる方もいるんちゃうかなと思うんで、そちらを参考にしてください。はい、また必要あればやります。はい、でそうすると手首を使うとこうなるんですよ、動きがね。これって前から芝居てるでしょ、ね、でアップも一緒、前から行くでしょ、こうなってないんですよ。これ多分エルボーピッキングなんですよ。エルボーピッキング疲れるし正確さに欠ける。なぜかというと軸が遠くなるんですよね、エルボーから、ね、肘からエルボーでしょ、ここからここの距離が長くなる。距離って短い方がいいじゃないですか、何でもそうやけど、例えばお箸なんか掴むにしても こんな長い箸で豆掴むよりもこの短い箸でけど掴んだ方がいいという。だからその軸視点とその先ね、運動の先っていうのは短い方がいいから、うん、で手首だから こうなるじゃないですか。多分最短距離、多分こうなるのもあると思うんですよ。でこれよくね親指の屈伸って言いますけど、親指なんか屈伸難しいですよ。これ人差し指の曲げ伸ばしなんですよ。これですよね、これ難しいですよ。はい、うん、でこれ前からしばくとね、1、6、5、3、4、2、3、6、6じゃ、上からいくと、5、3、4、2、ちょっと無理やりですけど、こんな風になりやすいんですよ。するとなかなかスムーズに弾けないと思います。ということでまずねピッキングでね、最初の段階でね苦労されてる方、できない謎やっていう方は一度これを試してみてください。前から弦しばくというね、うん、そうすると新しい可能性が出るかもしれないです。最初のこの時点で、ギターつまずいてしまって諦めたりするのは非常にもったいないです。せっかくギターに出会えたんやからね。でその中でこういうのがすごく悩んでる方が実は多かったという自分の経験から今日は説明させてもらいました。はい、そういう風にね、スーパーテクニックなんかね僕持ってないんですよ。だからそんなことは無理です。だからそんなことの説明はしないし、中級者上級者の方には多分役に立たないと思います。でもそういう最初にギターをこうやろうとしてる方のちょっとそういうねところにちょっとフォーカスしていろいろ今後もやっていきたいと思いますので、よかったら見てください。はい、で基本的に俺はそんなに弾けません。俺なんか初心者に多分毛の生えたぐらいのレベルなんですよ。ただ初心者に毛の生えたレベルじゃないんじゃないですかってよう言われるけど、当たり前に言われるんだけど、それはでも自分の理想がすごくある
からね、やっぱりずっと納得できないんですよ。納得はしてるけど満足できてないっていうね。だからそういうギタリストが、普段どういうことをやってるのか、曲を作ってステージをやって CD を作ってそれを販売して皆さんに買ってもいただいて来ていただいてということをやってる。でステージでパフォーマンスしてる。だから弾けないといけないなんか絶対ないです。弾けない人間でも工夫次第でできることは必ずあるから、それのね、僕は今からこれからねちょっとあの不定期になると思うんですけどね、でも途中でやめるかもしれないですけど、ギターと、語りでね、喋る語りで偉そうだけど喋ってね、いろいろ伝えていきたいと思いますので、ね、悩んでる人とかねいらしたらね、ちょっとヒントになればいいかなと思っております。はい、で続きまたね、機会があれば続きをやっていきたいと思います。左手とかねいろいろあるんでやっていきたいと思います。頑張りましょう。弾けないかもしれないけど弾けないもんは弾けない。だから弾けないなりに頑張りましょう。まあ俺もさっきね、いろんな逃げ道とか工夫アイディアいろんなことあるんで、あれそれを使えば必ずできると思います。はい、自分で考えてください。この考えるのが一番大事です。はい、頑張りましょう。はい、では